神谷デモ隊なかなか上手だな。おお、うまいね。ジャックナイフ砂原って昔呼ばれてる。ジャックナイフなの？おお、ジャックナイフ砂原です。何？じゃあ第38回チキンレースをしたいと思います。誰が一番近くに止めれるか。これ3人で。こっちはぶつけたら終わりです。挑戦者はカイ君、リク君、大谷君の3人でやりたい。突如始まる。始まった。じゃあ突如始まったね。一番近いんで練習とかいりますか？はい、いいっす。同じマシン。第一走者はリクンです。はい、チキンレースです。結構開きましたね、これは。あ、iPhone 11入りました。iPhone 11 入りました。はい、砂原リクン、iPhone 11、 1iPhone 11。 ゆっくりじゃダメですか？伊藤くんはリックの後輩？後輩です。じゃあ、はいはい、第2走者はカイ君に行きたいと思います。さあ、1iPhone を超えれるか。スタート。あー1、2、3、 3iPhone iPhone です。やっぱ、ね、後輩だいぶチキンだようですね。後輩に負けるわけにはいかない。そうね。じゃあ最後大谷くん。大谷くん、これ結構余裕あるんじゃないの？3 iPhone 入れ、さやん、3 iPhone は横 iPhone もある。横 iPhone ね。横 iPhone だったらすごいですよね。ねえ、大谷君、先輩の意地を見せるんだ。じゃあ、よーい、スタート。おお、1、2、3と横ハーフです。3点後、はい、リク優勝、2位カイ君、3位大谷君でした。やるね、1 iPhone なかなか入れねえ。これでもチキンでしたね。最後パイセンの0 iPhone。 逆にスダピョンやらせてあげる。あれ持ってあげて帰って。あれスダピョンが、これ練習あるやろ？なしです。練習なしでいきなりなの？みんななしでやってるから。一日やってる人と一緒。関係ないです、まっすぐで止めるだけだから。まあ俺くらいなら0 iPhone いけると思うよ。すごい、ぶつかってないですかそれでも。いくよ、おーい、スタート。もう、全く3 iPhone ですよ。もっと行くかと思ったら全然来なかった。もう一回だけやってみて。次もう一回500円になります。500円払ってもやるわ。はい、行くよ。はい、スタート。お、これどう、これどう、これどう。あ、でもね、もしかここに来てたら当たってる、これ。嘘。ああ、こういうことですね。そういうことで、ファールです。惜しい、ゼロ iPhone かと思ったんですけど。確かに。いやいや、これは。はい、そんな感じで、すいません。はい、ありがとうございます。いきなりは無理でした。対してうまくなかったです。パイセンのは見せてくれないんですか？ちょっとコラボ料かかるんで。すごい。それは次回。これ、あと須田さんに課金されるんで。なるほど、なるほど。次回、お金を用意した時に、舞鶴にパイセン召喚したいと思います。はい、わかりました。皆さん、ありがとうございました。動画面白い。使っていいんですか？面白いでしょ。面白い。